Thank you.
ありがとう。
トの皆さん、もっと盛り上がって楽しんで踊っていきましょう。スリリングなお腹を楽しんでいただけたらと思います。靴ひもをほどけてしまう。実はですね、この衣装、私新しい衣装どんな感じにしようかなっていうのをね、ずっとずっと Twitter とかインスタとか、ね、見て考えてたんですけど、あとね、90年代っぽい感じにしたいっていうのはずっとあったんですけど、ち
と思ってて、でふと寄った高円寺のあるお店で超やばいお店 お洋服を見つけてですね、この作家さん絶対頭やばいなと思って、ちょっと多分これ無料の URL 送ったんでもしかしたら見てるかもしれないんですけど、この人絶対やばいなと思って、その人に速攻 DM して衣装をお頼みしてできました。やばくないですか。ね、なんかちょっとティーナカのレインボーな感じ、この太陽さんとお星様とそれから雲がいて、ティーナカのいろんな明るいだけじゃなくて、なんかこういろんな表情を見せてくれる、天気みたいな表情を見せてくれる衣装になったんじゃないかなって思います。はい、この衣装で、ね、ティーナカは爆速前進していくので、これからもよろしくお願いします。イエーイ。そんなティーナカなんですが、先ほどお話ししたように今、ジッパーっていうね、あのまさにこういう感じの90年代の感じとか古着系な感じの、女の子が載ってたの雑誌だった、私のバイブルだった雑誌の今オーディションに挑戦してるんです。そんでそれはですね、あのポイントで決まるっていう、あの私が一番苦手とする数字で人を測る、あちょっと言い方が良くないね数字で決着が決まってしまう、あの非常にシビアな戦いになっておりまして、あのぜひとも皆さんちょっとずつでいいのでお力添えをいただけるととっても嬉しいです。アプリからあの無料でもう応援できるので、ちょっとずつこうポイントをティーナカに、あなんか配信やってるなってなったらちょっとでもこうポイントを投げていただくと、それでもしかしたらティーナカがあの集英社の雑誌ですよ、集英社の雑誌ですよ、でティーナカがもしかしたら乗るかもしれないんですよ。ちょっとやばくないですか、ね、そんな未来見てみたくないですか。見てみたいですよねぜひ力を貸してくれると嬉しいです。はい、今年それがティーナカの挑戦です。では私の挑戦をこれからも応援してください。よろしくお願いします。では聞いてください、ムーブオン。
改めて今日出演してくださった桐原ゆりちゃん、武井真理子さん、ネムレスさん、本当に本当にありがとうございました。そして来てくれた皆さん、そして配信で楽しんでくれた皆さんも本当に本当にありがとうございます。この配ね、あ、そうだ、それとね、毎回ね、やらせてこうやって会場を貸してくれている新宿マンブレさんも本当にありがとうございます。去年からずっとやってきたんですけど、また今年も第2弾、今年の第2弾、マーキーナイト10、マーキーナイトフリー10、今日が21だから12ですねマーキーナイト12、ちょっと英語が出てこない映画、3月の19日に開催されます。イエーイ。こちらは今回と同じ入場料無料で、配信でも見るのが無料になっておりますので、また3月19日に元気に会えるように、そして画面からも会えるようにお待ちしておりますので、それまでにティーナカももっともっと進化していきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、配信で見てる方もね、ぜひ楽しかったなっていう方、投げ銭の方も本当によろしくお願いします。はい、この皆さんのおかげで本当に成り立っているので、また本当に元気に会えることを本当に願っておりますので、よろしくお願いします。それではマーブルマーブルでした。どうもありがとうございました。